はい、皆さんこんにちは、ハルキネプです。このオープニングは後でになってます。で、今日の動画は俺は選手としてもやってるし、自分の代表もやってるんで、まあ、生徒が試合やったらセコンドにもちろん行くし、で、まあ YouTube もちょこちょこ上げていこうって前の YouTube で言ってたんで、今回セコンドとしての風景を1日カメラ回してみたんで、皆さん見てください。で、試合やった自分の生徒は小林有奈っていう選手で、まあライズの女子の、まあ、顔ぐらいの選手なんですけど、今回結果として3対0で勝ちました。初のオープンフィンガーグローブやったんで、とにかくね、試合内容は口では表せんぐらいやばい試合やったんで、もうほんまにやばい、やばすぎてやばい、もうほんまにやばい、やばいしか出てこんぐらいの試合やったから、まあ試合は、まあ、検索してもらってぜひ見てください。カメラ回すのも初めてやし、こうなんか1日回してくのも初めてなんで、まあ、カメラがブレてたりとか結構バタバタしてるとこが多いんですけど、しかも見にくいとこもあったりもするんですけど、まあ、皆さん楽しんで見てください。はい、それでは本編に行きましょう。どうぞ。はい、原口健太です。今車で駅まで向かってます。で、新幹線で東京まで向かいたいと思います。時間がちょっと今やばいから、安全運転で向かいながら東京に行きます。じゃあ皆さん後ほど動画でお会いしましょう。一旦切ります。はい、今後楽園ホール付近に着きました。ただ着いたけど、なんかもう入り口付近からなんかすごい人がいっぱいおんねんな。ライズだけじゃない、だって何かがあるはずやねん、ほんまに。ちょっと調べてみるわ、マジで人が多すぎてやばいのよ。ちょっと見てみるわ、マジで多い人が。桑田佳祐、桑田佳祐さんのライブらしいっすよ。これはダメだ、ちょっとライズがそら多いわ、もう入り口からやばくて人が。なるほどね、すごい人が。はい、そんなこんなでとりあえず後楽園ホールに向かって今から主役である小林と合流していこうと思います。緊張してきたな、着いたらやっぱり緊張してきたわ。あんまり俺が後楽園試合することあんまなくて、2年ぐらい前が最後から後楽園試合したのは。結構セコンドでやっぱり来ること多いねんけど、やっぱなんか後楽園って緊張するね、格闘技の聖地やから。ましては今日オープンフィンガーやからさ、何やろな、やっぱオープンフィンガーって当たったら負けみたいなとこあるから、いつもより緊迫感持ってやらないと。セコンドも普通の指示じゃあかんと思うし、そういうのを考えてやらないとね。オープンフィンガーはほんま命かかってるから。しかもあれだし、3時半から会場で5時半から開始らしいやんか。今4時ぐらいやねんな、ドンピシャピーク、桑田佳祐さんピークピーク時間に選手集合するから、ちょっとかわいそうやもん。はい、おるかな、あ、おるんじゃない、え、あれやんな、え、あれやんな、あれやちゃん、散髪してない、え、あ、ここだけな、あ、上は変わってない。本日主役、どつき合いが大好きな小林有奈相棒ライズファイター今日俺ら二人がサポートするから全力で。あれやった、意気込み聞くわ、あれなちゃんに意気込みやな、KOします、はい、まあ、それはそうやけどな、あんまもらわんとっとし、はい、もらわずに一方的に行きたいと思います。ガードしつつ、はい、コンパクトに、はい、でもまだフルで振ったことないんで、そうやな、もしかしたらむっちゃ痛いかもしれない、やばいかもしれない、愛が折れたらやばいんですよ。でも多分タイで行かないと痛いって、中途半端に行っちゃうのな、はい、やるのが大きい、はい、怖いよな、でもな、あんまでもだからジャブとか気をつけてほしいよ、はい、この多分こういう打ち合いは多分避けられると思うんです。ただこう見合ってこういうジャブとかが基本結構もらいやすいから、はい、ジャブでもね、そうジャブがやっぱいっちゃんいくね、はい、今気をつけてほしい、はい、そんな感じらしいです、
バンテージ巻きます。今日はオープンフィンガーヨークラブの弱いから参考にはなれへんと思う。してかして、まあ、いつもより薄いもんな。手首はしっかりと、はい、もう短く最終日のやつだ。 OK、 た、ここは一周ちっちゃ、お前でちっこい。そうなのよ。そうなの。ちょっと握って。あれかよ。お薬やってる。お薬やってる。何で？ケンタ君のバンテージだったらありたぶんフルスイングでやっても折れへん気する。これでも折れへんかったらやばい。すごい。だから4オンス全くみんなさ、拳痛めとったやん、4オンス。全く痛くなかったもん。もともと痛めたら手首が痛かったぐらいで。マジで、何も痛なかった。拳無傷。あともう1セットいる。握りやす。きた。きた。ルール説明でめっちゃスポンジ入れた方がいいみたいに言ってました。うん、俺も言われた。アリナちゃんがいらんって言ったから。まあ自己責任。小川さんもびっくりしない。やめて直されて折れるの。あ、折れたら折れたよ。折れて負けの最悪。勝てば。勝てば大丈夫。はい、手首曲げてくれ。どう手首？え、手首どう？全然いけます。いける。違います。ちょっと緩いとこある？いや、ないです。勝ちました。ありがとうございます。これどう？こんな感じ。こんな感じ。うま。うま。まあ、オープンフィンガーヨークラブやから、あの弱いから、あとは自分の試合の時があったら、軸用のバンテージ巻くんで、その時にしっかりと解説しながら巻いていくんで、まあ、今回は、まあ、初オープンフィンガーヨークラブ、あのバンテージを巻きました。これ結構でも、いい感じで、ちっちゃい、めっちゃ。ちっちゃくて、ちっちゃい、拳しっかりみたいな。本来やったらここ全部回らなあかんねんけど、ここがちょっと頭おかしいから親指いらんって言い始めて親指が一番効きへんそう、親指しっかり巻いててって言われてんけど、親指いらないっすねって言い出してえってやつない方がやりやすい。それもライズの人に言ったらえってやつ握り込めるんですよ、ない方らしいっす、はい、期待大、期待大。これで買ってもらえたら俺も嬉しい。親指いるわ。じゃあまた後ほど。だからアップ。これが終わったらな。もう試合からアップを。3分だけ。
アップ終了しました。結構時間巻いてるから急がないやつ。マジで。ただ調子はめちゃめちゃいい。めちゃめちゃいい。これ期待大ですね。はい。準備します。はい、もう今スタンバイ中。今日余裕つないから結構。いつもこんなに来ない。ないです。緊張はないらしい。この次の試合が終わったら次。試合はちょっと取られへんけど。ここまで。すいません熱い勝って反省できない行こうぜ勝って反省できない行こうぜ。いやあれは相手を褒めた方がいい。いや次からは。いやこれ次ありますかね。相手がいないみたいな。ちょっと引いてると思うんですよ。こうわーって思ってると思うから。してくれましたね。でもやっぱまあ琴さんやから成り立つとこあるな。そうですね。ちゃんと打ち合ってくれたしやらなあかんしと思ってるじゃないですか。それはその覚悟が見えたからめっちゃ面白かった。一発だけカットして一発で、ちいたかったよ。まあ、そうね、パーン入ってたの。もう、言う通りに動いたら勝ってたって。最後、ダウンめっちゃ言ったのに。一番わかんない。ダウン取れたから、そう、ミー入った時にツーとか合わせられて、こけて、ダウンだったら負けると思って。しかもさ、さっきピザもさ、入ったよ、顎に。そなん見てた、聞いてたよな。聞いてた、あれ、めっちゃ聞いてた、あれ。よろけて、いったから、あれ、入ったと思って。いやー、また頑張ります。ちょっと熱なってもうたな。まあ、いいじゃん、最初やしな。でもなんか、集まった時に、向こうがうまいことジャブとかさせてきて、あ、ジャブせな、みたいな、教えてもらいましたよ、向こうに。あ、でも、しんどくない試合やったな。楽しかった、見てて。3分差めっちゃ早かったわ。ね、水飲んだ。でも、体力的にはグローブの場合、今、疲れませんでした。そうやな。まあ、パンチが一緒だったし。3行く時も結構余裕やった。向こうも結構元気やったもんな。元気。その分な。いやなんか、あっこで蹴ろうと思ったんですけど、見通して思わなくなるかなと思って言っちゃいました。でもカーフあった方が絶対パンチ入ります。そう、カーフからのパンチ。あ、学びました。はい、怖っ、マジ怖い。めっちゃ熱かってんけど、もう大汗かいた。よく見たら汗。試合終わった後ですか。負けた後全然ちゃうから、控え室やっぱ体中痛かって、もう勝っとったらどうでもいいのよ。体元気で負けるところが一番嫌やねんな、こっちからしたら。いや疲れたな、でもオコフィンが。やっぱりこっちもめっちゃ危機感あったから変な汗出たな。冷や汗みたいな、なんかもう滝汗出た、初めて。やっぱ最後までどうなるか分からなかったし、なんやろな、やっぱオープンフィンガーってグローブと違っていつ倒れるかも分からんし、いやー疲れたな。でも持ちで上がったな。自分の生徒がこんな熱い試合にしてくれたら、こっちも熱い試合さなあかんし、まあ、リングの上で託されたから、クリスマス。まあ、俺の場合はね、まあ、勝ちが絶対から、最初やし、もちろん、勝つのは前提で。まあ、とにかく良かったな。うん、見てる方も、多分、めちゃめちゃ喜んでくれたというか、まあ、面白かったと思うから、まあ、試合としては、まあ、完璧やったかなって感じやな。勝ったし、面白かったし、一番それがいい。これからも、だから、小林、まあ、今日知った人は、僕らも応援してあげてほしいなと思います。まあ、今から帰る準備して、多分今日は俺の任務は終了なんで、また後ほど、お邪魔します。ありがとうございます。はい、今、試合が終わりました。試合後の小林有田、登場。はい。とりあえず、感想。でも顔がちょっと気づいてるから、そう、試合後で顔気づいてるから。します。待って。どう？試合終わって。いや、でも、楽しかったです。けど、まあまあ、まだまだやなって感じでした。まあな。はい。でも、俺はオープンフィンやってないから、この難しさはやっぱもうありなさいしかわからんし。はい。よくやってたと思う。また。勝ったし。はい。つなげたんで、はい。ほんまそうやで。あとは、ケンタ君で。いやでもほんま熱かったな。でも、MVP じゃない？いやもう。なんかその、KO じゃなかったけど、はい、ベストバウトっぽかったよな。なんか盛り上がりというか。やっぱ一生打ち合ってるのは多分ここ二人しかやっただけやと思うんですよ。KO はあったけどな。KO 多かったけど。それがすごいな。毎試合ベストファウトやからな。もう女子一組でやっぱ選んでくれた回があったな。
オープニングにふさわしかった、めちゃくちゃ。さ、身内の俺らは心配やけど、できればもう断りたい、こっちとしては。ほんまは考えるわ。勝てそうやったら生かすわ。はい、お願いします。どつき合い上等とか来たらちょっともう断るもんね。言わんと言わんと。はい、とりあえず、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、兄ちゃんもありがとう、サポート、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、まあこんな感じで、はい、まあ、次は俺がバッチリかまして年末楽しく過ごしたい、年末過ごして年明けみんなでまた笑って練習できるように。あ、笑って練習か。年明けあるから、まあるから、笑ってやりたいか。年明けどうぞ聞くみたいから。うわ、バリやりそう。バリやりそうや。はい、こんな感じで。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。They roll with me, headed to the top, but they don't get me. That's why some peeps can't go with me. I'm a heathen just like Garvey. I am adjusting the elephants that are right here in the room. Churches way more than the people who walk in the building. No wonder you see in my zone. I ain't the truth, I ain't selfish. I'm just fed up with these hecklers. Walk around like it was tether, grinding hard like Ryan Sheckler. You chatter, I ain't work, shut your mouth.